よかった。無事だったのだな。こんなことで恩を売ろうとしたって無駄だぞ。メッティウス殿、あなたが祖国を愛していることは十分に伝わっています。ここは俺たちの帝都だというのに、支援を受けなければ断を取ることさえままならない。そんな現状を憂うのはあなただけではないのです。自分もずっと恐れと不安の中にいます。何が正しいのか、どの道を選ぶべきなのか、答えは出ません。だからこそ問い続けたいと考えています。今この時の現実から目を背けずに。そこに希望が見える日が来るのだろうか。生きていればきっと。それまでに多くの物事が変わっていったとしても、我々が生き抜きつなぐことで鎖は未来に続いていく。我が結び合い連なってこその鎖です。どうか共にこの国の明日を考えてはいただけないでしょうか。弱敗のお前に国の何たるかを説かれるとは、政務官失格だな。今一度テルティウム駅での話し合いに戻りたい。すまないが護衛を頼めるだろうか。お前たちにも非礼を詫びよう。助けてくれたこと感謝する。待て、ユルス。聞きたいことがある。お前も付き合え。サンクレットにそばにいろと言われたからな。ではメッティウス殿は私たちでお送りしましょう。それで何を聞きたいんだ。お前も信頼を結べるんだな。だからさっきの男は強制されてもいないのに話し合いに応じることにしたんだろう。ここに突っ立ってるのもなんだし、とりあえず歩くか。そうか、ゼロはそんな経緯でお前たちと一緒にいるんだな。だがゼロの求めてるつながりってものを俺が説明できるかどうか。自分で言うのもなんだが、特別交友関係が広い方じゃない。休みの日も弟と妹に付き合ってばかりだった。さっきの説得だって、ただ日頃考えていたことを。いや、伝えてみようと思ったこと自体が、アルフィノやアリゼに感化されてたのかもしれない。
信頼は多分伝播するんだ。信じてくれた人がいると自分も誰かを信じてみようと思う。そうじゃなかったらそもそも対話を選ばなかったはずだ。俺が最初イルサバード派遣団のキャンプから黙って物資を盗もうとしていたようにな。だったら私の世界に信頼がないのも納得だ。誰からも信じられなかったから誰も信じなかった。その積み重ねだったんだろう。どこまでも。全ての生命が容易になる前、メモリア戦争の時代から私たちは力の強弱や利害関係で互いを判断してきた。他人を利用しろ、利用される側になったらおしまいだ。そんな風に構えていなければ生き残れない世界だった。だから私も母の意志を、世界を救うという善なるメモリア使いたちの意地をただ一人で果たそうとしたんだ。一人で世界を。本当に誰もお前の仲間にならなかったのか。そういえば一度だけそんなことを真剣に持ちかけられたな。ある村に立ち寄った時出会った剣士と魔導士の二人組、闇のメモリア使いの襲撃から村人たちを守ったのだという。私も闇のメモリア使いと戦っているのだと知ると、同志だなんだと喜んでな。いわく彼らはバロンという国の兵士で、メモリア戦争を終結させる手立てを探して各地を巡っていたらしい。共に来ないかと誘われたが、当時の私にしてみれば相手が二人組という時点で論外だった。他人と組んでいる奴には必ず裏がある。下手をすれば数の暴力でこちらを屈服させる気かもしれない。だからすぐに断ったよ。差がない言葉でな。彼らは強要するでもなく引き下がった。計画を仕損じて憤慨するんじゃないかと身構えたが、ただ寂しげで変な奴らだと感じたよ。今になって思えば、あの二人組だけは互いを心から信頼していたのかもしれないな。信じることを知っていたから私のことも信じようとしたなんて調子のいい空想か。私はその後も一人で戦い続けた。だがある時、徒党を組んだ闇のメモリア使い相手に無様に敗れてしまったんだ。悔しかった。あの時ばかりは誰かに助けてほしいと願った。傷は痛く、氷は冷たく、心は弱りきっていた。その瞬間だったよ、世界が壊れたのは。お前たちの言う闇の反乱が起こり、私は一人次元の狭間に閉じ込められた。亀裂を見つけ再び故郷に戻った時には、用意のみが生きる世界になり果てていたんだ。そうして私は誰かを信じる機会を失ったというわけだ。
元より世界を救うだけの実力もなかったのだし、ためらわずあの二人組の手を取ってみればよかったのかもな。もしもそれでお前たちのように信頼を結べていたら、あんな無様な姿で世界の終わりを迎えはしなかっただろう。まあ、すべては終わったことだ。どんな過程をしたところで現実は変わらない。過去がどうだったとしても、ゼロは今生きてるだろ。俺たち帝国民がまさしく過渡期にあるように、生きていれば望んでいなくたって変化がもたらされる。お前にだって必ずな。できなかったことが今もできないとは限らないんじゃないか。実際この世界でお前と行動を共にしてる奴は、お前のことを信頼しているように見える。そうじゃなかったら、あいつらと出会う前のお前だったら、パン一つの借りで用意と戦ってくれたか。俺だってお前を信頼のおける奴だと思ってるよ。まただ。お前たちが力尽きそうな私を助けに来てくれた時と同じ、嬉しいのに泣きたいような、言葉にならない熱が胸の内を巡っている。これが信頼なら、私はどう答えればいい。じゃあ、ほら。別にいちいちこうしなくたって、仲間にだって友にだってなれるけどな。友？ああ、そうか。おのずと信じることができる。そんな相手を友と呼ぶのか。